はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、イオンで買いました、サントリーの、貴腐の香り。これ第3のビールじゃないな。普通の生ビールですね。スイートラガータイプと書いてあります。希少品種ネルソン総瓶種ホップを使用するとともに小麦麦芽を一部使用。白ワインを思わせる気品ある爽やかな香りと雑味の少ない上質な麦の旨味が特徴です。ということで、麦芽 100% ビールですね。アルコール度数 5% です。今日のつまみ、今日つまみですね。雪印のよ、カマンベールチーズ。ベーコンペッパー味って。ね。買ってみました。で、ちなみにこれね、最近買ったんですけど、アマゾンで。これね、なんだかというと、いわゆる吸水素材の、こう、ちょっと濡れた部分がこう、あれなんですけど。まあ、乾くんですが。吸水素材の。ね。コースター。まあ、この時期ね、暑くなってくると、ね。結露というか、こう、するじゃないですか。びちゃびちゃになるでしょ。それが嫌なんで、ちょっと買ってみました。いやー、今日なんてお前、今でも多分30度近くあるんじゃない？いや、25、28度ぐらいあるんじゃないかな。今日20、31度になりましたからね。くそ暑かった。くそ暑かった。今日。新潟。北海道なんてあれ、ね、37度とかなったみたいですからね。半端ねえ。マジで。北海道で37度っておかしいだろ。じゃ、乾杯。あ、これ白ワインだ。あ、なんか後味が。あ、これ面白い香りするね。すごい。なんか、甘い？甘くはないんだよ、味的には。まあ、苦くもないんだけどね。飲んだ後に、後味がふわんとね、甘さが、なんか、ほんと白ワインのような香りが、ふわっと広がる。やっぱカマンベールチーズあんまり、しょっぱくないっすね。もうしょっぱい方が好きなんだよな。やっぱあれだな。やっぱり、チーズは、亜鉛限るわ。ベビーチーズの、スモーク。あれが一番うまいと思う。ベビーチーズの
スモーク味が、個人的に一番うまいと思います。うん。値段安いしね。うん。まあ。これはまあ。別に。あ、これ、ウィートラガータイプか。まあ、ちょっと面白い香りが、しますけど。うん。うん。まあ、ちょっとあれですね。苦くない。系のビールかな。うん。うん。苦くなくて結構香りが、ビールの香りというよりは、白ワインの香りが、なんかする、ような、うん。あれですね。うん。ちょっと、ビールっていう、ね、味が、からちょっと、今までの一般的なビールと、ちょっと味が違うなっていう。味っていうか香りか。まあちょっと変わったビールが飲みたい人はいいんじゃないですか。まあ俺は別に対して、あーはー、あはーっていう。ああ、そうですかー。ってぐらいだけどね。まあ別に、うまいですよ、普通に。うん。うん。まあやっぱりイオン限定みたいですね、これはね。うん。いやーにしても暑い。うん、本当に6月とは思えない暑さですよね。うん。なんでこんな暑くなってるんだろう。やっぱあれか。うん。異常気象ですかね。案件の異常気象。でも今年は冷夏らしいですけどね。まあ本当は知りませんけど。だってお前、北海道で37度だよ。北海道に住む必要ねえじゃん。まああれフェーン現象らしいですけどね。北海道ってさ、まあ
ねえ。夏は涼しいのがいいんじゃないのって。暑い方は意味ねえやんって。思いますけどね。北海道の人かわいそうだよ、ほんとに。37度とか。真夏じゃねえかよ。ガチの真夏。8月や、8月。ね。うん。ああ。暑い。この蒸し暑さ。この夜でも。今現在23時。でも、この暑さ。ね、ムシムシ。しますけど。まあ。あれか。北海道はまあね、そこまで湿度高くないんじゃないかとは思うんですけど、まあ、それにしたって37度ですからね。ねえ。でも北海道は北海道でほら、あれが美味しいから。カニとか。海の幸が美味しいらしいですからね。そういう意味では、ね、そこに住む価値はありそうですけど、冬が、やっぱ地獄ですよね。もう、もはや地獄でしょうね。もはや、うん。ね。ということでね。うん、結構ね、これは、変わった白ワインの味がするな。白ワインとビールを混ぜたような感じですね。うん、そうそう、最近、そうだ。近くのイオンでね、にですね、無印良品っていう、無印良品、ね、がね、オープンしまして、そこで、俺が好きなのが、ね、その中でもね、じゃん、この種抜き干し梅。干し梅が大好きでね。でもこれがね、値段上がってたんですよ。これ105円だったんですけど、なんか120円になってて、オーマイガーみたいな。でも味を見直しましたって書いてあるんですよ。だから美味しくなってんのがまだ食ってないですけどね。これを5個ほど買い、そして、まあ、あといろいろ、買ったんですか。ね。こういうのとかね。これ高かった、300円もする、これ。マジかよって。買ってから気づいた。え、こんな高いのって。これ300円もするのかよって。はぁ、みたいな。意外と高いですね、無印良品ね。
安そうな見た目しておいて、実は高いっていうのが結構多い。クランベリーヨーグルトチョコとかね。これ美味しそうですね。これ200円ぐらいした気がするけど。高え。これウイスキーに合うんじゃないかなと思って買ったんですが。あ。うん。あ、うん。あ、うん、ウイスキーに合うんじゃないこれ。だいたいクランベリーってのが何なのかもう覚えてないのよ。クランベリーって何だっけ？どんな見た目してたか覚えてないんだけど。ググってみよう。ああ、サクランボじゃね？あ、こんなあんだ。へえ。食ったことないわ。この生のまま食ったことないな、クランベリーって。サクランボみたいな見た目してんだ。食ったことない。これは食ったことないわ。うん。あ、これ結構ウイスキーに合うかもしれない、ね。でもね、ここのね、あれが非常に美味しいんですよ。干し梅が。結構ビールにも合うしね。干し梅ね。梅干しとか大好きなんで。ちょっとこれ食べてみようかな。じゃん。これホワイトチョコですね。お！これイチゴです。フリーズドライのイチゴ。ホワイトチョコがけイチゴ。イチゴを丸ごとフリーズドライにし、チョコレートをかけました。粒の大きさが不揃いなものや、イチゴの果肉が見えているものを使っています。でも高いです。あ、微妙これ。これ300円だよ。お前たったこれだけしか入ってねえ。何個これ ?1、2、3、4、5、6個 !6 粒しか入ってないんだよ。お前600、300円ってお前。1個50円もするやん。たっか。これはもう買わんけど、まあ。これもまあ、ホワイトチョコだから。ウイスキーには合いそうだ。うん。ね。ということで、寄付の香り。ですが。コクはまあ、普通。甘み。普通、香り。ちょっとある。まあ、おすすめは、まあ、いいんじゃない？ね。ホワイト、白ワインとね、ビールを混ぜたような、味がするんで、3344でまあ、うん。うん、変わった香りのするビールでした。ということでご視聴ありがとうございました。